おはようございます。藤井ふみです。今日からついに AJPC メイントーナメント Day1 が始まってまいります。この Day1、Day2 がですね、札幌、Day3 からですね、東京という形になるわけなんですけれども、ちょっと一日一日しっかりですね、稼ぐとこは稼ぎつつ、生き残っていきたいなと思っております。ということで、行ってきます。飛びました。あっちゃ飛んじゃったか。13位。おお。いやー、長い戦いでしたよ。すごいっすね、でも13位までいけるって。まあまあまあ、なんとも言えないですよ、それは。ちょっとそれでも北海道のベスト16に入ってるみたいな。北海道 Day1A 日程の Day13 位ですね。ああ、なるほどね。まあまあ、日程が何日か、半分以上には入ったかなっていう。あ、すごいじゃん。でも感じだったんですけど、うん、いやー、あのね、長い。何時からやったんですか？12時半受付だったので、うん、僕飛んだの19時ぐらいだったんですけど。おっそ、もう大体6時間ぐらいはですね地獄だろずっとポーやつ。ずっとポーか。2時間おきに10分の休憩しかないの。ええー、やば。それはしんどいわ。めちゃくちゃしんどくて、あ、もうね、分かってたけど、ポーカーはね、体力勝負です。あ、そうなんだ。まあ集中力とかね。もう集中力やっぱ切れてくるんですよ。うん、4時5時になってくると若干ちょっと眠気も来たりとかしてですね、うん、もう正直あんまり自分のプレーができなかったですね。ああ、なるほどね。まあなんか、まあ飛んではしまったんですけど、まあ、状況だけどんな試合だったかというと、うん、序盤はですね、まあそこそこは稼ぎました。3万点スタートだったんですけど、一時ですね6万着ぐらいまで稼いで。おお、すごい、倍になってる。平均チップの結構上までは結構いたんですよ、うんうんうん、平均チップより稼いでたんですけど、うん、そんな時にですね、僕赤移動ってやつ、シート移動ってやつが起きまして、はいはい、シート移動って何かというと、例えば3択ぐらい席があるとするじゃないですか、うん、各席9人ずつって始まったりとかするんですけど、うん、僕の席が結構残ってたんですよ。7人ぐらいいたかな、うん、で他の席がですね、もう5人とかになったんですよ、うん、そうなるとちょっと有利不利が発生したりとかするので、うん、こう均等にするために席を移動させるんですね、シート移動って。で僕がそれに当たってしまって、うん、僕そこで4時間ぐらいプレーしたんですよ、うん、最初にいた席で、うん、だから周りがどんなプレイヤーなのかとか、うん、どういうプレースタイルなのかとか、うん、あれが来てるってことはこれぐらいなんじゃないかみたいなことがだん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 分かってきたところで、僕はシート移動をしまして、はい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 、もうわけわかんなかったですよ。シート移動すると、うん、なんか戦い方とか変わるの？人が変わるんです。ああ、まあその読み合いからまた始まるみたいな。そう、こいつこういう戦い方すんなとか、それがある。あ、なるほどね。だんだん場の雰囲気に慣れてきたりとかするんですけど、うん、あの席を移動したことで知らない人だらけになるから、なんかやっぱちょっとプレーの雰囲気が変わったりとかするんですよ、うんうん、それこそタイトな席だったのが急にルーズな席になったりとかするわけです。あ、なるほど、ね、まさにそういう席だったんですよ、うん、タイトですごいみんなガチガチに攻めてきたところを、めちゃくちゃもうどんな手でもバコバコ攻めてくるみたいな席に移動しちゃってですね、あ、めちゃめちゃそれで僕調子が狂いました。なるほどね。しかもですね、あと隣の席の人、うん、右の席の人がですね、だから僕の1個前に大体ずっとバーンを打つ人がですね、うん、めちゃくちゃ早くて、アクションが、うーん、もうすぐコールとかベッドとか、はい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 、フォールドとかしてくる。めちゃくちゃプレーが早くてですね、決断が早いってこと。そう、それもかなり調子狂ったし、うん、左の人ずっと携帯ゲームやりながら僕は参加してて。あ、そんな舐めたやつもいいんだ。それも、ね、これ舐めたら結構いる。あ、いるんだ。まあ長いしな。だいたいね、すごい調子が狂ってですね、うん、完全に離れしなさすぎて死にました。ああ、でもそれ本当経験値が必要なとこなんだろうね。そう思った。なんかなんていうの、すげえ熟練者みたいなコメントするんだけど、うん、もうね、場に飲まれました。あなるほどね。大会の悪魔が僕に微笑んだ。いや、でもこれやったことない人には想像つかない、うん、つかないと思う。あ、まあ、僕もなんだかんだトーナメントはちょこちょこ出たりとかしてるんですけど、うん、こういう、もう本当実力者が集まるような大会ごとに出たことがなかったので、うん、もういろんな人がいることも知らなかったし、うん、なんかもうこのシート移動ということを初めて経験したので、はいはいはい、はい、非常にやられました僕。でもすごいいい経験になったんじゃないですか。楽しかったです。あ、うん、まあ、その本当シート移動 してからがですね、めちゃくちゃチップ落として、うん、すごいチップ落としたんですよ、そっから。そんな変わんだね。もう一気に落として、すげえ。でそれで、最後もう人数が少なくなってきたから一緒にしちゃいます席みたいな時に死んじゃったんです、すぐ、うんうん、早々に死にました。悔しいね。まあでも13位すごいよ。いや、まあ、うん、で次だって1回目だよ。まあ、初めてでした。あ、まあ、予選から始まってね、うん、正直こうやってメイントーナメントに出れたこと自体が僕的にはすごく嬉しかったっちゃ嬉しかったんですけど、うん、出てみるともっと上行きたかったなって思いますね。いや、でも 初打席でもう3安打ぐらいいったぐらい。初打席3安打違う違うプロデビュー戦でみたいな。プロデビュー戦で3打席2安打ぐらいいってるよ。それはすごいわ。いや、確かにまたちょっとね、来年もあるので。あれ年一なの？年一です。うわ、
ちょっと悔しいね。来年もあるので、ちょっと来年もね、うん、まずはメイントーナメントの出場を目指しつつ、うん、ちょっとメイントーナメントでしっかり、うん、上まで行ってみたいなって思います。ちょっとまた1年勉強かなと思って。そうだよ、うん、俺らをアメリカに連れてってくれよ。ラスベガス、ラスベガス優勝したら190万だったんですよ。いやすげえよ。かつね、ラスベガスの渡航費とかホテル代も全部出してくれて、うん、WSOB にも出れたみたいな、うん、そんな感じだったの。その190万で俺らもね、うん、アメリカついていこうと思ってた。いや俺そのお金でカジノ出そうからまあそうだろうな。そりゃそうよ、うん、いや悔しかったな。でも楽しかったね。ああいい経験じゃん。いい経験しました。また別の大会とかも結構あるので、ちょっとどんどん出てこう。 AJPC だけじゃないんですよ大会って、うん、もちろんオールジャパンポーカーチャンピオンシップだけじゃないので、うん、いろんなポーカー大会があるので、ちょっとそういうのもね場所を教えてみようかなって思ってます。うん、ということでちょっと死んでしまったので、この動画はまあ一個の没動画になってしまうんですけど。あら、いやでもこれは成功ですよ形は残していきましょう。いやまあアップはしますけどね、うん、没動画になってしまったので東京まで行きたかったいやそうだね、うん、没動画になってしまったんですけど、うん、ちょっとまた来年も頑張りたいなと思って、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。